何やった？ピゲーピュゲーお気を確かに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでバウタウンに行きますか。バウスタジアム、バウスタジアムってエンジンスタジアムを助けよう。バウスタジアムってどこやった？どっち？あ、こっちエンジンか。じゃあバウタウン、バウタウンまで空飛ぶタクシーで移動します。バウタウンって誰のとこやったっけ？あ、水のところか。なるほどなるほど。よし、頑張っていきますか。じゃあいい釣りポイント。やっぱり街の中はすごい平和なんやね。さあ、暴れよんかな、もうすでに誰か。またポケモンが。お、ヤッホー。あなたたち、今ここは危険よ。事情は分かっていますよ。お客やスタッフは無事ですか？ええ、つい先ほど避難が終わったところだけど。あなたたち、見れば見るほど不思議な組み合わせね。てかまあ、私らというか、ネズさんがじゃないかな。ほっといてください。俺たち助けに来たんです。それ本当に助かる。大マックスしたポケモンが協力で手を焼いてたの。みんなが手を貸してくれるならとても心強いわ。行きましょう。今度はな、どんなポケモンやろ。誰や。おー、ギャラドス。ギャラドスが現れた。おっしゃ、パッチルドン行こう。パッチルドンダイマックスさせよ。ギャラドス水タイプやろ。よしよし来い。全員を威嚇するのはやめてください。おっし、行くぜ。ダイマックス、そして大サンダー、一発でやっつけてやろう。またしても、この次のエンジンスタジアムでも一発でやっつけていくよ。次はドラゴンってことになるのかな。エンジンスタジアムってこと、キバナさんのところやろ多分。おお、そっちの技が先なのか。おお、何、誰に行った？カジリガメ。びっくりした、こっちではないね。あれ、全然攻撃してくれないんですけど。ちょ、早くしてよ。お、今の効果抜群。みんな結構ダメージ与えてくれるやん。これはもうこれでいけるね。第3だ。はい、とどめ。 OK。 かじりガメとかも死にそうやけど大丈夫。絶対こんなね、足元に電気駆け巡りよったら死ぬ。おっしゃー、ちっちゃくなった。ギャラドスがめちゃくちゃ小さく見えるわ。あなたたちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく作業を進めることができた。暴れた子はバウスタジアムでしばらく休ませてあげる。それとアユナ、私の力がいるときはいつでも呼んで。なんかね、やろうもそうやけど、いつでも呼んでっていうのはこのカードで呼び出すことができるの？ちょっとよくわからないんだけど。じゃあね、今日は本当にありがとう。レアやったら呼び出せるみたいな、そういうのがあるんかな。あのシーソーコンビはいないのか。はい、リーグカード、ルリナのレアカード、モデルやん、もかわいいけども。ジムリーダーだけではなくモデルとしても大人気。本当にモデルなんや。へえ。戦っている時とは雰囲気がまるで変わるため、ジムリーダーのルリナとモデルのルリナは別人だと思っている人も多い。マジか。ファイナルトーナメントは無念の1回戦敗退。彼女の負けん気の強さを知る関係者からモデルの仕事はと危ぶまれたが、最高の笑顔を振りまく。ただしジムは荒れていた。おー、ファイナルトーナ、もうなんかそんな最新情報が書かれとんやね。新しく出たカードってことかな。はい、それじゃあちょっとチャンピオン、ありがとう、歓迎してくれる。おー、最高のチャンピオンじゃないか。嬉しい、そういう風に言ってくれるの。さあ、エンジンスタジアムに向かいますか。ってことで、はい、次の行き先、エンジンシティ、移動します。
さ、これで。あ、そっか。だいぶ広い町やったんよね、そういえばね。移動にすごく時間がかかる。時間がかかってしまう。さ、ジムへ。絶対これ実際乗ったらめっちゃ怖いと思うよね、私。よいしょ。ここでも暴れてる？あ、炎か、ここは。そっか、カブさんか、エンジンシティ。あ、なるほどね。チャンピオン、アイナ、それ、ネズ君にホップ君。カブさん、俺のこと覚えててくれたんだ。もちろんです。そもそもジムチャレンジを見事突破した君たちを見送ったじゃないですか。まあね。今、世間話をしている暇はないと思いますよ。その通り、実はスタジアムが大変なんです。そう、そのために俺たち来ましたからね。なんと、敵は強く、一人で相手するには難儀していたんだ。君たちが力になってくれるなら、頼もしさが燃え上がるよ。では行こうか。ここは誰なんやろ。ってことは、私でも手元にギャラドスがおるけん。ギャラドスをダイマックスさせよう。コータス！よし。ちょ、パッチルドの氷でももしかしていけた？いけんか。あ、そっか、逆や。効果抜群や、向こうが。よろしくない、よろしくない。ね、炎に氷とか。ということで、私は、ギャラドスに変えていきます。出ておいで、ギャラドス。さっきはね、敵側がギャラドスやったけど。よしよし。おー、なんか結構な勢いで。当たれよー。そこ当たれよー。あー、そこはダメじゃない。一発でやられるよね、ほら。うわー、ゴリランダーが。草タイプ狙い撃ちしてきたね。ん？ポップがダイマックスできるようになった？あれ？ちょ、待って。ダイマックスができないんですけど。どうして？なぜ？どういうこと？え、当たらないし。え、なんでダイマックスできないの？一回の試合につき一回できるよね。あれ？できないの？まさかの？なぜ？なぜなの？ネズがダイマックスできるようになった私は？なんかこれ、溜まっていきよるってこと？え、そんなの今まであったっけ？ 4 人でのバトルやけんってことかな？そういうことなんすか。そういう仕組みだったんですか。今初めて知ったよ、私。最初からできるもんだと思ってたよ。怖いよ。私も早くダイマックスできるようにしてよ。遅いよ。お、カブさんがダイマックスする。こういうバトルで味方側、自分以外がダイマックスするの初めて見た。でも炎対炎なんよな。でも仕留めれるんじゃない？どうよ。お、いけるいけるいける。巨大百科。大なんとかって技じゃないんよね。ここは。私がとどめを刺したかった。まあ、でもね、カブさんが、ジムリーダーしよる町やけん、カブさんが活躍するのはいいことなんだけれど。どうにか事態に火消しができたようだ。暴れてたポケモンくんはエンジンスタジアムでしばらく休ませてあげるよ。それとアイナ、僕の力が必要であればいつでも呼んでくれよ。お、レアリーグカードもらった。分かってる、君たちはまだ他にやることがあるんだろ。若者よ、行け、健闘を祈る。おお、なになになに、なんか音が。何の音？ん？アイナ、スマホの音も鳴ってるぞ。あ、スマホ？アイナ、大変。ポケモン研究所にシーソーコンビが現れたの。勝手に出てきてくれるの、なんかちょっと、助かるね、スマホ。取り出さんでいいんや。なんだって？ソニア大丈夫かよ。今んとこ願い星を渡せってネチネチ言われてるだけ。
でも怖いから早く来て。マジか、そこに現れたんや。あの二人組のことですよね。願い星を集めている。ソニアを助けに行こう。朽ちた盾も取り戻すんだ。これいつもよくわからんくなるよね。朽ちた盾、朽ちた盾ね。アイナ、ポケモン研究所へ急ぐぞ。何も考えずに、と言うとバカみたいですが、あいつはがむしゃらな方がらしいですね。まあ元気でいいと思う。ポケモン研究所ですか。まあ最後まで付き合いますよ。あ、そこまで一緒に来てくれるネズさん。はい、そしてカブさんのレアリーグカード。カブ選手インタビュー、最近の戦いは？まっすぐだね。僕も若いからね。勢いで燃やせば OK みたいな単純な強さだよ。若いのカブさん、結構なお年かと思った。でもね、最近勝てなくなって鬼火を使うようにしている。だからみんなに言いたいね。ポケモンの可能性を試してほしい。覚える技、特性、道具の組み合わせ、きっと突破口があるよ。みんななんかリーグカード特徴的やね。インタビュー式やった、なんか面白い。そういえばなんかツイッター上で見かけたので、なんかあのこっち側にはさ、あの何やった？ピゲー？ピュゲー？お気を確かに。ピュゲーって鳴きよったあのポケモンがおったけど、こっち側も何かが出るみたいなのを見かけたんやけど、今も出るんかな。いや出ないぞ。クリア後は出ないっていうことなのかもしや。出ないね。なんかクリア前やったらこの辺何かしら出るみたいなのを見かけたけん、ちょっとみんな試してみて。さあ、それじゃあ、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、じゃあ一応このダイマックスを使ってのバトルはもうここまでなんかな。ね。なんかもうシーソーコンビが研究所の方に現れたらしいし。え、またバトルになるんかな？同じポケモン？違うポケモン？お散歩用ポケモンって言ったもんね、あれ。本当かどうかわからんけど。